はい、皆さんこんにちは、ピカです。ファミコンウォーズやっていくよ。はい、それでは月の輪島、前回の続きやっていこう。まあね、結構ね攻防しておりますが、なんだ、1,2,3,4,5、これいけるぞ。まあいい感じで、いい感じでね進んでいっておりますね。そしたらまあこのままいい感じで行こうではありませんか。そうね、まあまあまあこう一つしか乗っけてないが、まあ下ろしていけ。でまあここの自走砲はこれでよしで、まあ戦艦の弾使うまでもないと。これやるぜ。よし、これでこれはこれも一人しか乗ってねえのか。まあまあまあ置いときましょう。よし、そしたらまあやるべきことはこれぐらいで良いかなと。10-10 だね。でやられてる戦艦はまあ戻ったと。よーし、6と、まあ良いのではないでしょうか。まあ単数はね、まあかなり多くなると思うが、まあやるべきことをあまり毎ターンないんでね、僕の方はね。まあ動画の回数、まあこの島を攻略する動画の回数はさほど長くもないと思うね。まあ今回あたりでも、まあもしかしたら上陸まで行くんじゃないかな。まあ狙ってやっていきましょうか。まあこれはね、左に上陸すると見せかけて、まあ隙だらけのね右にねパッと上陸することもまあ不可能ではないと思う。まあ非常に攻め応えのあるマップではないでしょうかね。いやー今ね、まあゲームとは全く関係ないがま僕はね格闘技とかのね、まあ、やってないけど、まあ、見たりねするの好きなんでね、まあ格闘技の、まあもっと大まかに言えばボクシングのね、YouTube 動画を今見てたんだろうね。素晴らしい選手は本当に素晴らしいよね。気持ちが熱い、本当に本当に気持ちが熱いよ。こちらも熱くなります。昔の選手なんですけどね。まあ
今の選手の、まあ、批判するわけではないが、まあ、どうなんだろうか。今ってさ、まあ、YouTube 流行ってるからもあるけど、あると思うから、そうなると思うんだが、ちょっと待って、全方向。まあ、昔もね、YouTube とかで動画で取り上げられるようであればね、そうなってくると思うがね、まあ、会見ね、記者会見、初めの記者会見がなんかちょっと度が過ぎるというか、1、2、3、4、5、相手を罵りすぎるというか、なんか、まあ、それ、試合よりもむしろそっちの方がちょっと熱くなる 感じなんですよね、まあ、僕見ててもね。あ、こいつら熱いこと言ってんなとか いう感じでね。ちょっと待って、集中しないとな。これをここに乗っけて、で、戦艦1、2、3、4、5。これはこのままで良い。で、こいつで占領。よし、いい感じじゃ。で、戦艦変えねえから、ここに置いて、戦車 A を、ね、ポンポンポンと、行きましょうよ。で、自走砲。まあ、ここに。まあ、次のターンで乗れますよ、と。これね、もう、下手すれば本当に今回上陸いけるな、これね。どういくかな。戦車 A もう一個買っといて、次戦艦買えるかどうかっちゅうことね。もう状況見よう。収入2万8000、いけるね。よーし。はい、まあ、こんな感じで終わりですね。もうやることないね。ポンポンとターン数が増えていくだけ。終了。まあ、ボクシングのお話なんですがね、まあ、戻りますが、まあ、とある選手が、まあ、とある選手との戦いにね、本当になんか目標としていたということを発言して、まあ、世界チャンピオンは まあ、これ言ったらちょっと区切られてきますが、世界チャンピオンは、まあ、僕にとっては二の次だというね、発言をさらっとされて、まあ本当に、まあ今ではちょっとお金を稼ごうとかそういうのをどうしても考えちゃいそうだが、まあ中にはね、本当に僕も今の選手もね、もう好きな選手いっぱいいますけどね、まああえて名前は出しませんが、まあそういう選手も、まあ昔もいたとね。ただ、ちょっと、まあ、今の格闘を見るよりもより感動したなという、まあ、個人的な意見ですが、まあ、そういう動画見ていました。まあ、選手の否定になっちゃいそうだから、もうやめよう。今の選手なんか悪いように聞こえちゃうからね。いい人ばかりなのにね。ごめんね。
うね、次はどうしようかな。まあ、相手はどう出てくるか。あの揚陸艦、この戦艦網を突破してくるのかな。まあ、左下の自走砲で、まあ、十分喧嘩じゃない、警戒している。まあね、自走砲とかを、まあ、潰すというか、まあ、上陸をね、して、まあ、自走砲と、まあ、一気にね、これも行きましょう。うん。これも一気に行かんと。まあ、でも今のところは自走砲一つだけだから、左ね。まあ、真ん中に、まあ、二ついるが。まあ、戦艦ももう、ボコられるの覚悟で、これぞまあ、ボクシングのね、懐に入っていかんとね。一気に行くつもりで行きましょう。勝負をかけましょう。あっと、戦艦か。これはミニフックじゃ。これはちょっとね。またあいつもあの射程内にあの懐に飛び込んできたところをアッパーカットで撃退してあげましょう。前回はなんかあの車がかりの陣がどのこのとか抑えてましたが、今回はなんだアッパーカットかい。バカ野郎。よーし、攻めろじゃねえ、占領じゃ。OK。 でこれがこうなって、でこれももう OK なんだな。ただこいつはこっち行って、でお前はここ、そしてで占領したところで、これは戦艦作るべきか戦車へ作るべきかっちゅう感じですね。まあもう 1,2 ターン、こいつらを撃退しつつ戦艦もうちょいね増やした方がいいような感じする。本当は戦車 A とかもね、まあ、作って上陸していきたいところだが、まあこれはどうしようか。そして戦車 B とかね、まあまあ戦車 A と、うん、自走砲もどうすかな。まあ、自走砲は乗っけとくか。こんな感じでよろしかろうって。僕のターンは早いからね。はい、まあ両サイドの島、おっとどうする。おお、そう来るのか。あっちからまあ喧嘩を打ってきてくれればね、またありがたいんだが。まあ、両サイドの島ともう取っちゃったから、あとはまあ徐々にダメージを与えていき、一気に行きたい。これは右側に、ほんと右結構隙だらけっぽいよね。うん、右側にあえて上陸したらどんな感じになるんだろう。今左下に軍隊来てるが、
まあ、戦艦ね、戦艦が上に上がったら攻撃を仕掛けてくるか、それともまあおそらくね、戦車 A 戦車 B とかはね、上自走砲もどうかな、上に上がっていくと思うんだよね、うん、まあ戦艦と戦艦のまあどつき合いにはなると思いますけども、うん、ちょっとね、頭の中でまだボクシングが慌ただしくうごめいているんで、ちょっとボクシング用語になってきていますけどまあ、気にしないでください、ね、たまよくね、影響されやすいんで侍言葉になったりね、京都言葉になったり、いろいろ変化しますけどそれがピカ侍ということですよ。これほんとね、まあ仕掛けるタイミング今いけると思うんですがね、うん、仕掛けるタイミングの間違ったら失敗しちゃうからね。あ、戦車 A 買ったか、まあ普通はね、頭のいいコンピューターだったらもう確実に今はまだ仕掛けれるタイミングじゃないからね、もうこう普通にこれ戦艦攻撃されるからね、より一貫でね、うん、ちょっと待って、1、2、3、4、5、おほほほ、まだ相手も牽制 しているか、まだまだ、ちょっと待って、仕掛けるタイミングではないぞ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、どこまで自走砲とか来るんだ、1、2、3、4、5、ここまで来るのか、ならばここまでね、戦艦はまあこれ上だけか、1、2、3、4、5、まあここ大丈夫だよね、1、2、3、4、5と。でこの戦艦、まだ仕掛けないでおきましょうね、まだ仕掛けないでおきましょう。だがいざ仕掛けるとなるともう一気にボコります。そうね、戦艦5隻もおれば よし、1、2、3、4、5、うん、これで敵が変な動きしてこれしたらね、まあ即仕掛けれるんだがね、まだちょっと怖い。まあかといって占領していかないと、まあ敵にもそれなりの軍資金が毎ターン入ってくるから、まあまあ繰り返しになっちゃうんだがね。繰り返しというか、まあある程度ループ状態になっちゃうんだ。壊してもまあ強い、また戦車 A を作るというね。本当、まあこの月の島ちょっと考える時間が長いね。さあどう来るか。それは、喧嘩打ってきたぞ。おっと、打ってきちゃってるか。こ
この俺様に。はぁ。あららら、撃ってきちゃってる。死んできちゃってる、これ。五輪中です。よし。いける。次いける。まあ、上陸はちょっと難しいかもしれんが、うん、あの戦車 A を、あ、まあ、まず戦艦をぶっ殺して戦車 A を、まあ、僕の自走砲は自走砲をやらんといかんからね、うん、まあ戦車 A にも一発、うん、戦艦の攻撃いけると思う。こっち3隻あるから戦艦は、まあ、戦艦 2隻で、まあ、全滅させれると思うからね。よし。このターンでもらったぜ。相手は、まあ、軍資金26,000、戦艦は作れん。ほっと、まあ、まだまだちょっと上陸したら、反撃が激しいと思うが、まあこのターンでね、敵は大打撃を受けるとはまず間違いない。あ、早く丸ボタンを押してーぜ。おー、次のターン戦艦買うつもりか。1番残して終了しやがった。そしたらね、まあ、手っ取り早く行きましょう。まずこの戦艦ちゃんには攻撃。しまった、戦車相手できない。あ、そっか、まあ戦艦はやっときましょう。これじゃないよ、戦艦だよ。うん、戦車 A が無傷で、まあそこにいるっちゅうことは、まあ、うん、やはりできないね。今回は上陸はまだできない。12345と、うん、まあこいつは自走砲やらんといかんからね。ただこっちは、マジじゃないとこがちょっと痛い。うん、ちょっとどころではない。ちょっとかなりダメージが、そしたらね、これで、待って、ちょっと上見させて、12345、うん、ここまでね、345、うん、まあこう上行って、うん、ここ行って、まあ、ここに行って、12345、うん、ダメか。ここだったら12345、うん、ダメか。しゃあねえな。あ、ちょっと待って、自走砲に当たるっちゅうことはこの揚陸艦に当たるぞ。これはまずい。あ、そうか、揚陸艦に当たったらちょっとまずいんだよ。
危なかったね。揚陸艦に当たるところだった。よし、これで、戦艦だな、またね。お、ここは戦艦でしょう。で、まあ歩兵とかもまた買っとけ。お前迎えに行け。よし、こんな感じでいいな。ちゃうんだ。まあまあ止まってもいいが、戦車 A をまあぶっ殺して、まあ相手はどう動くかだね。戦車 A、なんとか次上陸したいがな。いますね、敵さん。戦艦買おうと思えば買えるな。完全にもう左集中ですね。まあでもこの、うわ、集中だな。ほんと右無防備状態だね。だが揚陸艦、今の僕の揚陸艦右行こうとしたら、まあ戦車へも右行くでしょうがな。右行くのにはかなり時間がかかっちゃう。さあどういけるか。まず、
俺乗れたっけ？森で降ろせねえから、ああ乗れるんだ、乗ることはできるんだ。この自走砲なんだが、弾も1だし、まあ、こっちと喧嘩してもまず負ける。でまずは、こいつでか。でももう打ちまくりましょう。とりあえずで、まあこれも打つ。こいつは12345、うん、まあ、ここに置いて、どうする。上陸した方がいいよなこれね。うん、行くねえか。行くねえわ。これいるもんな。うん、まだ行くねえわ。うん、まだ行くない。ならばこう行って、感じや。よし、オッケー。うん、オッケー。まあ、かえて自走砲だね。まあ、これは、うん、なぜまあ戦艦があんなに懐に入れるかって言ったら、まあ、揚陸艦でね攻撃してこない、ただ一つのことなんですよね。うん、その一つのことをまあしてこられたら、こんなに簡単にまあ懐に入れない。まあもしもそういうことをしてくるのであれば、まあ、僕は左、ほんと画面一番左側から戦艦行くと思う。まあ、もしも敵が揚陸艦ああいう風な状態で配置していたらね、まあ、揚陸艦の攻撃を避けて左側から戦艦を回して、まあ左の半島を攻略にかかると思いますね。まあ、どっちにしろ、うん、まあ、攻略してみせるよ。そしてまあこっちもね、今
今は戦艦大量生産ですが、まあその揚陸艦対策としてこっちも揚陸艦をね、まあこまめに作っていかなければいけないから、まあ本当上陸するまで、まあ駆け引きで、まあ少しずつ有利にしていき、まあターンはかさむと思いますね。まあ動画も長引くと思います。まあそれが IQ200 にあるかどうかですね、本当に。まあ揚陸艦が戦艦を攻撃してくるか してこないかで、まあそれだけ差が出てきますな。まあ戦車 A、 まあ撃ち放題になっていますがね、戦車 A とりあえず狙って、自走砲の攻撃、まあ戦車 A に上陸した戦車 A とかに何発かお見舞いされるかもしれませんが、肉を切らせて骨を断ってやりましょう。ただ今度は戦車 B とか、まあ下まだかな。今度は肝心の上陸する浅瀬防がれてるから、戦車 A 攻撃していたら防いでる戦車 B を攻撃できなく、上陸肝心の上陸ができないという状況ですね。まだまだジャブ状態をちょっとね続けなければいけないようです。まあ地道にジャブっていきましょうよ。慌ててもしょうがない。地道のジャブが渾身の一発を生み出すんですね。1、2、3、4、5と、まだジャブっていきましょう。それにはどんどん戦艦をね、本当にこれは攻撃できる？できない。懐に入れ。よし、ここでよい。おっと、今度はちょっと自走砲、1、2、3、4、5、大丈夫か。これも攻撃できねえからどうする？これこそはもう自走砲に喧嘩打っていくか。って言ってもいいかな。ちょっとまだ様子を見て、まあ戦艦の弾もね、あとこれ A がこうなってな、まあこうやった方がいいかな。まあ攻撃していたら、まあ全補給とかでね、相手もな作れなくなっちゃうんで、まあもしくは合流とかしていけば、まあ確実にダメージは蓄積されていますよ。このジャブが効いてきますよ。ジャブより重いけどね、重すぎるジャブですねこれ。いや、ここだったら喧嘩なるね。ここでも十分喧嘩なるが、喧嘩しましょうか。もうね、喧嘩しましょうよ。していきましょうよ。8、まだでも上陸は早いかな。10と10がぶつかり合ったらもう大ダメージだもんね。
よーし、戦車へ買っとけ。OK、 これでよかろうって。さあ今回はちょっとね打ち合いになりますよね。ほんとまだボクシング影響されてますね。何ですか打ち合いって。まあまあ打ち合いですけどね、弾のね。さあそっち来るか。あ、そっち来るんだ。まあいいよ。あの自走砲は死んでもらいましょう。これは何ターンで、まあ、ゲームオーバーなるんだったかな。200何ターンぐらいだったかな。IQ200 の本当ラストの島とかだったらどうなるんでしょうか。相変わらず悩んでおりますが、1万1000か。何作るんですかね。戦艦をまあ乱射できるターンは一番待ち遠しいかもしんないね。ここら辺は早いな。何をそんなに考えていたんだろうか。さて、お、終了か。これはどういうことでしょうか。戦車 A 狙うのか、戦艦か。さてと、今回はちょっと面白くなりそうですな。まあまあとりあえず上に行け。よし、でまずは自走砲ぶっ殺さんといかん。
こっちゃったか。まあまあいい。でこいつとこいつ10710、とりあえずは戦車 A 潰しですよ。まあ2と、上なんだ、戦車 A、 上の戦車 A もできるのか。7か。これはこれはこうで、これかな。オッケー。で、これが2、これが10。そしたらこれで、あ、この戦車 A も7か。ならこれだね。うん、戦車 A をとりあえずぶっ殺しましょう。うん、合流だね。これいくらなんでもあいつらは合流だよ。上陸成功と言っても良いでしょう。これならまあ反撃はさほど怖くない。うん、ジャブをし続けた甲斐があったというものじゃ。これはとりあえずっと。で上陸しようか。ここにはどうする、うん、これどうする、これはどうする、揚陸艦に攻撃してくるなあいつ。しゃあねえか。自走砲にすっかな。自走砲にすっか。うん、まあ揚陸艦に攻撃してきたらまあここも届くでしょう。1234、はいね、届きません。阿弥陀仏です。よし、まあこういう感じでよかろうって。そしてまあ戦艦買って、まあこれも上に行きつつの、オッケー、こんな感じでよかろう。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。まあ上陸目標達成したということで、はい、それではまたね。